ところ昔うちの近くで殺人事件あったの知ってる？白谷階段、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。階段師の白谷でございます。毎週現代に起きますあれやこれやの不思議の体験お届けをしておりますけれども、いや、じゃあ白谷は不思議な体験ないのかという、私も実は自分自身でそうした体験があるというところに起点をいたしまして、階段の家業というところに関わった節がございます。今夜はごく短いお話ではございますけれど、私の体験で、また同時にこれは夜ご覧いただいている皆様、お布団に入られてからちょっとお気をつけ遊ばせというお話になります。私が自分自身で不思議な体験をしたなという自覚を持つようになったのは、小学校の3年時分だったような記憶をしておりますが、当時北海道の小樽というところに住まいしておりまして、古い2階建ての一軒家でございました。中学生の時分ぐらいまで随分とこの住まいしていた実家で体験を重ねたわけですが、最も古い体験の一つになりますか。まさに小学校3年、まだ等に満たない頃でした。季節でいきますと、雪は来ていなかったと記憶してますから、秋だったんじゃなかろうかなと。その当時父親母親2つ年下の弟と私の4人家族でありまして、私の父親というのは当時新日本海フェリーの船員をしておりましたから、めったなことでうちにいなかったんです。月のうちに2日か3日ぐらいまとまった休みで帰ってきてという、ですからこの2日か3日家に父親がいるというのが子供心にたまらなく嬉しかったもんでございますが、ちょうどその日というのも一家4人が揃い分だという、楽しく夕食を済まして風呂に入って床に着いたな、8時ぐらいだったんじゃなかろうかと思いますな。私の子供自分ってな、早く寝なさいってんでね、なんともない日なんざ夜の8時には布団に潜ったもんでございます。寝ておりましたのは仏間でございまして、畳敷きのお部屋、洋ダンスが一竿、和ダンスが親のものが二つに、私ども兄弟のものが一つという、四角い傘のついた電球の面下がっている天井で、前にも別のお話でお伝えしたかもしれませんが、
その寝室代わりの仏間の天井というのは天井板じゃなくて天井紙でございました。雨漏りであちこちにシミが出ておりまして、貼り付けてた糊が剥がれて、古い家であちこち隙間だらけですから、表で風が吹くとまるで天井が生き物のようにわーわっと呼吸をして見えるような、そんな部屋でしたな。そこに布団を4組伸べて、それで私が一番仏壇寄りのところだった。おやすみなさいってんで明かりを消して、すぐに寝ついたのはよろしかったんですが、普段そんなことがないのに夜中にふと目が覚めましてね、はっとこの目が覚めると人間どうしたもんで自然に目を開くもんです。目を開いてみますと明かりの消えたお部屋で、九段の天井が見える。長らく当然寝ているわけで目を閉じてますから、闇には十分慣れておりますから、パッと目を開けてすぐに暗いといえどお部屋の様子がぼんやりと見えたという次の瞬間にと体が硬直する感じがありました。ドキッといたしましたけれども、もうそう思った時には声も出ない、くしくも目を開けていた状態ですから瞬きもできない。衝撃が走ったのは一瞬間で、いや自分の中の感覚では今したようにビョンと体が跳ねたぐらいの感覚がありましたが、いや実際はただ黙って動けなくなったんでしょう。お察しの通り金縛りというやつでございます。それまでにはこうした金縛りの体験がありませんから、今自分の体に何が起きただろうという不安と同時に、えも言われぬゾワゾワとしたいやなこの気配のようなものを感じた。そうは思ってもなんせ体が言うことを聞かないわけです。言うことを聞かないといえども目は開いておりますから視界は通っておりまして、で耳も生きている。横からは家族3人のスー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 いう寝息が響いていたと、寝ている自分の足元、布団がまずと動いた。横で家族が寝返りを打った振動じゃない、自分の寝ている足元に誰かが もしとのしかかるような感覚で、なんだろうと思っていると、今度はっきりと細い指の感覚が伝わる。仰向けに伸ばしたままになっている私の足首のあたりを、すっと聞こえている寝息は3人分、家族4人ですから、別の誰かが部屋にいるわけがないにもかかわらず、家族ではない誰かの手がすっ
いや違う、今体が動かないから変なことになっているから、いやだからだ、いやこれは違う、本当じゃない、夢だ、夢だと思っているにもかかわらず、その手の感触は次第次第に這い上がってくる。もぞ、もぞという音は次第に近づいてくる。布団の絹ずれる音、指先の感触が太もも、やがて腰のあたりにまで来るときに、触れているのが手だけではないとわかる。どうやら相手はうつ伏せになって、腕の力だけで自分の体をよじ登ってきている。それが証拠に、今自分にのしかかっている何かの体重がしっかりと足にかかる。ちょうど私の体に腹ばいになって、と、せり上がってくるような感覚がした。ああ、うわ、なんか来ると思っていたときに、背中に冷たいものがピシッともう一本走った。掛け布団の上を這いずってきていると思っていた。いえ、感触ははっきりと、自分の体に細かく伝わっている。綿入れのあの布団越しにはそうは相なりません。つまり掛け布団の上じゃない、今布団の中をずるずると這い上がってきているんだと思った時に、突然胸元まで煽っていたその掛け布団がまふっと持ち上がった時に、いやこれで声が出ればギャーッと絶叫をしたでしょう。はっきりとこの掛け布団と私の体の間にいたわけであります。腕の力でぐっと掛け布団を持ち上げて、目の前に現れたのは年頃21にでしょうか、まるで眼色のうせた無表情の女性でした。それが真上からじっと私のことを見つめた。とおそらくうなっていたでしょうけれど、それ以上どうすることもできずにいると、ふわっと掛け布団が戻ったと同時にずっと重みがかかる。ん？思っているうちにずっとずっ、その時にかかった重さといって何と言いようのない、大きなプレス機に押し当てられているような、でこれはただ感覚ばかりじゃない、やがてメリ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 と言いながら布団の中に自分の体が沈み込んでいくのがわかる。体ばかりじゃない、頭を乗せているこの枕にもずる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 と自分の頭がめり込んでいく。やがてめり込んでいくこの枕の本来頭が乗っている場所がぐーっと視界にまで見えてきた。ありえないと思いでしょうし、私もいや現実的にはそのようなことはと思いますが、でも確かにそのような状況に陥った。気づけば自分の体はもうほぼ布団の下にまでめり込んでいるという状況で、布団の下には畳があるきりです。
って思う。もうすでにこれは我々の考えている現実の世界ではない。そのままものすさまじい力に押し付けられたまま、いつか自分が無抵抗にいれば、もう一つ下の世界に引きずり込まれると、と必死に抵抗をしているうちに、ふっと意識が戻ると、難なく自分はいつも通りの寝姿で、あの時に現れた女性が何だったのかは未だに分かりませんけれども、この人じゃなかろうかという女性を古いアルバムに見つけたという、そのような事実が後々出てまいりますが、一説によりますと、気配を感じるであるとか、金縛りに遭うということの方が、見たり聞いたりという体験にまして、少しく危ないということが言われます。ああ、なぜかといって、見えた聞こえたというのはたまたまというケースもあるそうですが、視線を感じる、気配がする、金縛りに遭うというのはたまたまじゃない。あんただよとピンポイントに現れているからだそう。ただそれきりの経験ではありますが、夜床について暗くなってふと眠りに落ちて、思いもしないタイミングにはっと目が覚めると、いまだにいつか自分の体に身を預けて這い上がってきたあの女がいるのじゃないかという、暗いお部屋のどこか死角に隠れてこちらを様子を伺っているという、そうした存在がいやしまいかと思って、四十を過ぎてなおゾクゾクすることがございます。重たい金縛りというエピソード。今夜も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いを申し上げます。高評価も良かったよと、ぜひ応援もいただけますと幸いに存じます。金縛りというのがありますね。いろいろ言われますけれども、脳みそが起きてて体が寝ているからだよという医学的な検証のついたものもございますが、どうにもそうしたことで納得ができないんだよなという不思議な金縛りというのもあるわけでございます。お気をつけになってくださいと言って、どうすりゃ気をつけられるのかというのは私も分かりませんけれども、ただ体が動かないとか、動かないうちに何かささやかれるってだけでも、これはあまりいい気がいたしませんけれど、時々には何かを目の当たりにしてしまうであるとか、そっから先グググッとこう引きずり込まれるというような、そういうようなこともあるようでございます。いやですね、金縛り、まだまだ白谷、元気におります。皆様もぜひお元気でいらしてください。早く心置きなく、のびのびとした
日常が戻ってまいりますように、そんなことを記念いたしまして本日お開きでございます。また来週お目にかかりましょう。またねー。